警告。性的なアイデアはもう結構。おしまい。君は必ず誰か他の人に、できるならチャットで相談しなければならない。君のアイデアは本当におかしなものであるべきだ。私は好ましくないものは削除する。君がそれをうとんでも、私は気にしない。ブライト。改定されたリスト。注意、これ以上の追記は許可されていません。このリストはジョークであり、ブライト博士がどのような振る舞いをするキャラクターであるかという実際の描写ではありません。1ブライト博士は、ガインに対するピーナッツバターを使ったいかなる行為も許可されていません。2丸めた新聞紙やお腹を撫でることで SCP-682 を飼いならすことができると新しい研究員に教えることもです。サナベルに対して、丸かけるゲームのような引き分けの存在するゲームを挑むことは禁止されました。アベルが引き分けを認めるまでに3週間を要しました。4SCP-18 で遊ぶべきではありません。5エージェント、ディオゲネスに対して113を用いることは無意味です。6.343 に343自身を否定させようとするのは恐ろしいアイディアです。エージェントは SCP-343 が、持ち上げられないほど重いだろう、といった文献を未だに研究しています。7、誰も SCP の異端審問なんかには期待していない。というのは事実です。そのようなものは存在していません。8ブライト博士はどこの王でもありません。女王でもありません。9SCP-963 は娯楽や生殖目的に使われるべきではありません。10現在財団の管理下にある SCP オブジェクトを使って触手モンスターを作ることは可能ですが許可されません。1パルマー博士がいいねと言っていてもです。11SCP ブランドのポルノのための市場はありません。1ありません。ドイツにもです。2日本で販売すれば多くの利益を生むかもしれませんがそれでもダメです。682を、に乗せるのもです。畜生め。12クレフ博士のショットガンの弾の中身を鳥の餌、紙吹雪、ケーキのトッピング、おがくず、性的潤滑剤で詰め替えるべきではありません。13ライツ博士のランプを、大人のおもちゃのような形をしたランプと取り替えるべきではありません。1ライツ博士の大人のおもちゃを、ランプのような形をしたおもちゃと取り替えるべきではありません。14米国商事改善協会は MC&D 社によって売られた恐ろしいまたは奇妙な存在の収容に失敗した際に対処すべき機関ではありません。15ブライト博士は18歳未満のいかなる人物とも接触してはいけません。彼らをブライト博士と合わせてください。それが彼らが学習する唯一の方法です。たとえ学習体験だとしても、ブライト博士と接触する必要があることを意味しません。16ブライト博士が増強用に SCP-212 を利用することはいかなる申請であっても却下されます。これはすでに承認されたいくつかの申請による研究の最終目標が、陰部を差し込んで最高の結果を期待しよう、と記されていたためです。1これには、他の臓器の増強を目的とした申請も含みます。私はあなたがどんな素晴らしい結果を考えていたとしても取り合いません。あなたがテレキネシスを持つことが認められるべきではありません。17SCP-217 の犠牲者はおもちゃではありません。18ブライト博士が SCP-158 に気づいていない人物と、魂、の取引をすることは許可されていません。19ブライト博士に SCP-379 のサンプルを提供しないでください。私のノート PC を最後の犠牲者としてください。20私の薬を勝手に持っていくのをやめてください。1私がどんな薬でも持っていると嘘をつくのをやめてください。21、事故、という言葉を言い訳に使ってはいけません。22、服装規定に違反してはいけません。カジュアル、フライデーでもです。1点何度要求されたとしても、あなたが要求していた帽子が服装規定に含まれることはありません。2異常な存在を使って、あるいはそれらから生まれたものを使って帽子を作ることも着用することも許可されていません。あなたの SCP-894 を乗せた帽子コレクションが戦術的に価値を持つことは認め、23SCP ファイルが二度とするなと言っているのは、あなたをマインドコントロールしたいからではありません。したいです。1違います。また、ブライト博士はこの文章を編集してはいけません。24SCP-437 は疑うことを知らない新しい研究者に武器として配られるべきではありません。25オフアイブの要請により編集。娯楽目的で利用してはいけません。26壊れた神の教会にナイジェリア詐欺のスパムメールを送ることは許可されていません。27いかなる状況下においても、
UIU に抵抗するよう機動部隊を指揮することはクレフ博士に招かれた場合を除き許可されていません。それに加え、いかなる機動部隊からも500フィート以上離れた状態を常に維持してください。28報告の締めに、ザ・フレッシュ・プリンス・ OFDEL、エア、の歌詞を用いることは許可されていません。1、サフェティ・ダンス、の歌詞であれば許可されています。2、しかし新しいダンスルーチンを作ることは、彼がレッスンを受けるまで当分の間禁止されます。29、ブライト博士がルネッサンス・フェスティバルに近づくことは禁止されています。1D クラスの服装をしている場合は特にです。30SCP-963 は楽しいブザーではありません。31マインドコントロールを行う SCP が発見された場合は適切な管理局に引き渡されるべきです。自身の出世のためや財団の上役に対して使ってはいけません。コンドラキ、1ストリップクラブやラスベガスで使えと言っているわけではありません。2ブライト博士は、いかなる種類のスーパーヒーローでも、広報部の責任者でも、オリエンテーション担当の新しいスタッフでも、心理学博士でも、サイト司令部の一員でも、ベーコンでできているわけでも、IQ300 を超えているわけでも、SCP 審査部の責任者でも、メンテナンススタッフのメンバーでもありません。ごめん、ブライト博士はサイト司令部の一員でした。なぜかは聞かないのがおおよそ最善です。あなたの考えている通りオフアイブ司令です。32倫理委員会は存在しません。1存在したとして、誰がブライト博士がそれに参加すると信じますか ?2、何をすべきでないか、以上の何かではありません。33朝の体操のためのミリタリーケイデンスを作ることは許可されていません。1点そうです。ミッキーマウスマーチも含まれています。34再度忠告します。ブライト博士は政治的に重要ないかなる人物に対しても SCP-963 の利用を許可されていません。35ブライト博士は別のタイムラインから来たわけではありません。1ブライト博士は、タイムラインを維持しろ、と命令することはできません。2、タイムラインを改変しろ、もです。3、歴史オタクをもてあそべ、もです。36ブライト博士が誰かに決闘を挑むこと、及び相手に SCP-572 を与えることは許可されていません。37ブライト博士が SCP-5555J に近づくことはどのような手段やどのような理由であっても許可されません。L、博士のミニチュアが何をしたのか思い出してください。38クレフ博士とブライト博士が信頼できる管理者の監督なしに交流することは許可されていません。1コンドラキ博士は管理者には含まれません。2エージェント、ストレルニコフもです。3万博士もです。4実際、彼ら二人の間は話したままにしておきましょう。39チェーンソーは全ての疑問に対する解決策ではありません。1、より多くのチェーンソー、もです。2、チェーンソーキャノン、もです。1一度は覗いて。はい、それは素晴らしかったです。40SCP カップリングパーティーが行われたことは決してありません。そのようなイベントを覚えていると主張する人物はクラス A 記憶処置を執行するためサイト警備部隊に報告されます。41ブライト博士が SCP を利用して実際の出来事をベースにしたテレビ番組の結果を改変、あるいは影響を及ぼすことは認められません。主に、サービバー、ビッグブラザー、ヘル、S キッチン、アメリカン・イドウェル、および VH1 における全てのデートショーが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。42ライツ博士がやれと言った場合も同様です。1、編集済み、難しいです。43ブライト博士は罰を与えるためにライツ博士をスパンキングすることは許可されていません。それはより多くの規則が破られる原因になるだけです。1いえ、議論の結果がどうあれ、双方が合意できる大人であることは重要ではありません。2ライツ博士がいたずらをしてくる人間を叩くことは許可されていません。3ライツ博士がいたずらをしてくる人間にショックを与えることもです。4その他いたずらをしてくる人間に関することは何でもです。44ブライト博士が、キック ME、サインを作るために SCP を使うことは許可されていません。45SCP-82 に歌のリクエストをしてはいけません。Like a Virgin などはもってのほかです。46オフアイブの目の前で、偶然に緑のゼラチンを死体の上にこぼしたのは確かに面白かったのですが、オフアイブ2から進出した排泄物がカーキ色の制服を台無しにした瞬間の匂いを体験するのは一度きりにさせてください。47ブライト博士はいかなる SCP 職員の前でも、
1000人以上の赤ちゃん、というフレーズを発言することは許可されていません。48財団には、オバー9000、で評価されているものは何もありません。49.4 ちゃんに機密情報を投稿するのをやめてください。50SCP-705 個人の利益のために使ってはいけません。一差もなければ、監視装置の埋め込みを行います。2SCP-705 が何を作れるのか見るためだけに余計な、プレイ、VH、を与えるのは絶対にやめてください。クソうるさいんだよ。51何か間違ってるようなことを含んでいた場合、それは正しくありません。52正しい何かを含んでいた場合でも、あなたは間違っていました。53ブライト博士が何か尋ねてきた場合、それは博士のクリアランスレベルより上にあります。1ブライト博士のセキュリティクリアランスが上がった場合は、逃げてください。54ブライト博士はいかなる国、人、物に対しても戦争を宣言することはできません。55医者を遠ざけるために毎日ストリッパーが必要です。ブライト博士がこのリストに寄与することは許可されていません。また、財団職員の、がペーハー D を所持していますが、彼らを遠ざけるためには2人以上のストリッパーが必要です。1これはそういう挑戦じゃありません。56財団名義のクレジットカードや所要経費はポルノを買うために使われるべきではありません。1アノマラスなポルノでもダメです。57ブライト博士は大人のおもちゃではなく、自身をそう表現するべきではありません。特に公式文書では。58ブライト博士は、ロード OF ロドリーマイト、ではありません。1、本当の危険を再現、するために SCP オブジェクトを使って D&D をプレイすることは禁止されました。59ブライト博士がファンコンベンション参加することは許可されていません。1新人採用の場としてそれらが用いられることはありません。2フリーコンに関しては特にです。60報告を書く際には、オブジェクトクラスケテル扱法、取り扱い方、削除済み。概要、削除済みよりも詳細な記述が求められています。1また、書いたものを誰も閲覧できないような新しいセキュリティクリアランスを考案することは求められていません。61SCP-239 に対してモンティ、パイソンを見せたことは賢い判断ではありません。他の現実改変型の SCP に対しては決して見せないようにしてください。62、肯定のために、という理由は、いかなる決定の正当化にも使用できません。また、受理されることはありません。63、私の双子の悪い方がやったんだ、は、もはや現実的な言い訳とはみなされません。1、私の双子の良い方がやったんだ、と言い換えてもダメです。64、確かに掲示板荒らしは迷惑です。しかし、それらを自動的に D クラス職員にすることはできません。65再度言います。オルガスムマフィンに EX、LAX を組み合わせることは許可されていません。66ブライト博士がミーム汚染された電子メールを送ることは許可されていません。1スパムメールに返信するときでもです。67、究極の宿命による究極の対決は SCP-682 やアベルを含む15以上の好戦的な SCP オブジェクトを戦わせる根拠にはなり得ません。1、極度の不安を抱えたケインからの問題の除去、でもです。2ブライト博士が、フリーハグ、及び、サプライズと呼んだ行為を行うことは許可されていません。68SCP-2558J をキックすることは許可されていません。1SCP-2558J とドッジボールを行うことは許可されていません。SCP-2558J とどのようなタイプの球技も行うことは許可されていません。69、メトリックフックロードという文を含んだ提案は、いかなる場合であっても直ちに却下されます。70オフアイブに抱えかれている SCP-2558J-EX をスパイに使うべきではありません。SCP-2558J をオフアイブに近づけてはいけません。もう例外ではありません。71財団のモットーは、確保、収容、保護、セキュア、コンテイン、プロテクト、です。以下に列挙したものはいずれも当てはまりません。1、力強く死体を突き刺せ。スタブカリオンパワーフリー。2、ペニスとチンコをしゃぶれ。サック骨幹とペニス。3、それを682に使おう。4、チーズを投げろ。5、その通り、君はけてる任務に参加しているんだ。6、914に入れていい。7、血が草を育てる。殺せ、殺せ、殺せ。8、木々をファックしろ、マザーファッカーの大群に登るんだ。9、誰か刺されたみたい。1しかし何日か、そうなるだろう。10、あれ誰の手？
11、他のことすべてがうまくいかなかったら、そいつにしろ。12、他のことすべてがうまくいかなかったら、それはいつも太陽のせいだ。13、我々には大きな子猫たちが必要だ。14、不気味な変質者たちの境界、ソシーティ OF クリーピーパーバーツ。15、死、戦争、飢饉、薬病をファックしろ。我々にはクレフ、ギアーズ、コンドラキ、そしてブライトがあるんだ。16、止まるまで D クラスを投げ続けろ。17、447と死体、美味しい二つでさらに美味しく。18、FBI は同性愛者の集まりだ。19、大統領が公の場でやるようなことをしたって誰が見たがると言うんだ。20、群れのために。21、科学の神のための科学。22、必ず2558で足を拭いてください。23、不審な場合は682に与えるように。24、喜劇、道化師、ダジャレ、スラプスティック、クローンス&パンス。25、ブランケットを落とす時だ。26、誘惑、成功、そして妊娠、セデュクション、コイタス、&プレグナンシー。27、いつだってもっと学科が必要なんだ。28、まだ生きてる、そしてケーキを見つけた。29、心配すんな、オフアイブにはみつかりっこないよ。30、混ぜてみる？31、共産主義者は我々を愛している？32、急なひび割れ、そして破裂、スナップクラックリンドポップ。33、セックス、コカイン、そしてパワー、SEX、コカイン&パワー。72、ブライト博士が医療スタッフとヒポクラテスの機械を使ってチキンレースを行うことは禁止されました。73、突然皆が静まり返ることの意味は、何やってんだこいつ、であって、どうぞ続けてください、ではありません。74、新しいスタッフの机に対していたずらすることは全く面白くありません。彼らは、記録的な速さで溶解した、と言っています。75、地球圏外に存在する全知全能の存在にコンタクトを取るために財団所有の電波望遠鏡を利用した場合、現在の時空に損害を与えるほどの請求額になります。これには地球を正にするコストも含まれます。76博士号の所持に関わらず、ブライト博士が次のものを処方及び管理することは許可されていません。1環境。2ホメオパシーのレメディ。3人への種類の薬。4フリーハグ。5笑いによる癒しの力。6セクシャル、ヒーリング。7、より多くのカウベル。77ブライト博士はいかなる問題に対しても、もっと銃をよこせ、という解決方法を提示してはいけません。1、もっと大きな銃を手にしろ、もダメです。78度のような証拠を提出したとしても、どのような妥当性があったとしても、SCP 財団がホグワーツ魔法魔術学校と関連付けされることは決してありません。ブライト博士は何を言ったとしても、現実世界の魔術教師、にはなり得ません。また、ブライト博士は自分の、魔法の杖、を我々に見せるのをやめてください。1ブライト博士は吸血鬼でもありません。ラメ入りの化粧も演技も下手でした。にまた、博士のコンピュータのファイルに何と書いてあったとしても、ブライト博士はムアド、DID ではありません。スパイスの流通は博士がいなくとも可能です。79、タムリンの魔法魔術ハウススクール、というのは単純に安易でつまらないアイディアです。80仰せる通り、経験に裏打ちされた証拠は科学の基礎です。また、盲信は理性の死です。しかし、それらは誰かしらの胸の存在を実験室環境下で証明するよう倫理的に義務付けられていることを意味しません。81ブライト博士が娯楽的な存在の影響下にあることが判明した場合は、それがどんなものであっても、直ちに博士をレベル15以下の収容施設内に収容してください。理由が知りたい場合は、の監視テープの、AM から、PM までを参照してください。1ブライト博士が声にじむ仕事から逃げ出そうと肺になっているのを発見した場合は、タイプ4セルに収容の上、冷水を用いた加圧ホースによる放水を5分以上行ってください。これでそのドラッグは悪いものだと理解してくれるでしょう。OK。82クプルフとルルエは、彼らを捕獲しようと太平洋にパンドラボックスを送ったことに対しての妥当な理由とは見なされません。さらに言えば、彼らは SCP ではないし、彼らのデータベース登録を決めたのが誰なのか私には推測できています。83ブライト博士が4ちゃん7ちゃん全ての画像掲示板に対してミーム的な殺害を行う画像を投稿することは許可されていません。1まあ、4ちゃんは大丈夫かもしれません。遺伝子プールに有益な結果になると思われます。84ブライト博士は、D クラスに支給されている制服を黒いズボンと赤いポロシャツに変更することはできません。
あなたの言いたいことはわかります。しかし我々はスタートレックと関連付けられることを望みません。85ブライト博士は忍者ではないし、忍者になることもありません。博士が何度主張したかも、我々が没収したユニフォームの数も関係ありません。1そのために SCP-281 を使用したとしてもです。86以下に示すようなセキュリティコードは存在しません。1ゾンビコンガライン。2バッドアスハット。3アンパイアカンカン。4ディスココープス。5熱狂的な同性愛。6ホーママ。7ネクロフィリア。絶対に知りたくない。8究極的な股間の暴力。9ヤシに擬態した男。10ポルノスタッシュを持つ男。11カンフーラスタ。12子犬を食べる僧侶。13すべての間抜けなクソ野郎による正当化された殺人。14ブライトファミリーの再結成、コードブラウン。隠れれるための場所を見つけ、ドアの外にアルコールを置いておくことが可能か確認してください。15コンドラキ博士のビーチパーティー。87確かにブライト博士はドクターですが、それは博士が、ドクター、であることを意味しません。何人のイギリス人男性を所有していてもです。1いいえ、SCP-963 をこれに対する反証とすることはできません。2警察連絡用の電話ボックスの中に SCP-184 を置いた結果生じたいかなる構造物もです。3スタックの女性メンバーを捕まえて、コンパニオン、と呼んでいても同様です。4 SCP-297 はソニックスクリュードライバーではありません。後手独闘風、88確かにユーモアはスタックの士気を向上させるために有効かもしれませんが、SCP-597 の近くで、やあ MON、ジョークを言うのは非常に不適切です。89ブライト博士は、自身を含むいかなる研究者もミームを宣言に分類することはできません。90ブライト博士が以下のものを賭けに用いることは禁止されました。1自身の魂。2誰かの魂。3処女の血。4生殖器。5 SCP オブジェクト。6思い出、事実か妄想かに関わらず。7過去の一部どうやってクレフに用いたのかわかりませんが、どうも彼には可能なようです。8万八端島。9ビーズ。10教師。11大双子。12赤毛のママ子。13カリタラバ。14麦でできた菌糸。15子供の笑い声。16子供の涙。17バージン。18アナルバージン。19耳のバージン。20鼻のバージン、知りたくありません。21へそのバージン、真面目にどういう意味ですか ?22 ポニー。23誰かの祖母。24誰かの祖父。25誰かの姉妹。26あらゆる血縁者。91. 何度 SCP-682 が写った写真に自身をコラージュしたとしても、何人のオーストラリア人を所有していたとしても、ブライト博士は、クロコダイルハンター、ではないですし。そうなることもありません。1また、いかなる SCP-D クラスであっても、ケツに親指突っ込んでやる?と言われるのを本当に嫌います。1また、ブライト博士が彼らに、ライトに会う、ということは許可されていません。92事件387、682の奇妙な結果のために、ブライト博士が監督なしに SCP-387 に接触することは禁止されました。研究者は生み出された682の動作モデルが、なぜプラスチックのブロックのみで作られているにもかかわらず不死身なのかを未だに解明しようとしています。93ブライト博士が新しい研究者に対して、SCP-168 を使って実験すればゼロ除算できる。1の平方根が見つかる。円周率の最後の桁が見つかると教えることは許可されていません。DR は未だに昏睡状態であり、SCP-168 自身は非常に不快なイベントだと言っています。94ブライト博士はいかなる人工知能に対しても、チューリングテストを行う際にスタートレックの例を用いることは許可されていません。ハードウェアは気になるわけじゃないんだぞクソ。95ブライト博士が研究室に SCP-2383J を仕掛けることは許可されていません。我々はスティーブン・ホーキングの事務所からの苦情を未だに受けています。1、科学の利益のためでもダメです。2、科学の神のための科学でもです。ブライト博士が自身をそのように言及することもまた許可されていません。96ブライト博士がメン、イン、ブラックのロッカーシーンを演じるためやゴジラごっこをするために SCP-587 とその住人を使うことは禁止されています。1また、彼らに対して自身が神であるかのように振る舞うことも禁止されています。2 SCP-786 と SCP-587 を組み合わせて検証することも禁止です。ダビデとゴリアテ、シナリオはゴジラ事件と同様に住民にとって極めて迷惑です。
サンブライト博士が SCP-786 を使って、ドワーフ要塞を再現することは禁止されています。97ブライト博士が SCP-682 に対して以下に示すものを見せることは許可されていません。一上、ボルのすべての作品。2ザ・ルーム。3トロール2。4マノス運命の手。5、悪ければ悪いほど良いんだ、と思われる映画。6、カルトの古典、と思われる映画。7ブライト博士が SCP-682 に対して映画を見せることはそれが一体どんな内容であろうとも許可されません。絶対にです。98ブライト博士が新しい研究者に対して、テキストファイルに、0110、0110、0110、1111、0111、0010、0110、1101、0110、0001、0111、0100、0010、0000、01。1000、1100、1110、1001、0111、0000、1000、00。0010、1111、0101、0001、0010、1111、01。と打ち込み、それを、79EXE にリネームして実行することで SCP-79 を完全に制御できると教えることは許可されていません。99ブライト博士が、削除済み、のためにろうそく1本で SCP-559 を使うことは、授乳未遂事件を受けて禁止されました。一もっとはっきり言う必要があるならば、ブライト博士が母乳で育てられることは許可されていません。以上、と修正します。100ブライト博士が、SCP-14-J が、収容違反、の末に廊下にダイニングフォークを残したのだと主張することは認められていません。101ブライト博士はオフアイブ、J ではありません。現時点でそのようなポジションは存在していません。102ブライト博士が SCP-239 にハリー・ポッターシリーズのコピーを与えることは許可されていません。一何をしていたのです？ 103ブライト博士が誰かに駐車違反切符を与えるために SCP-141 を使うことは許可されていません。104ブライト博士が過去、未来、別次元に対して物を送ることはいかなるものであっても許可されていません。105ブライト博士が自身の複製を解雇しようという意図を持って告発することは、彼らが本当は博士の複製でなかった場合を除いて許可されていません。一クレフ博士が人々にブライト博士は彼の複製であると信じさせることは許可されていません。106ブライト博士は SCP-294 が生成した、一杯のオーガスム、を SCP-914 に設置してグリフィンで動作させてはいけません。1ブライト博士は SCP-294 が生成した、一杯のミーム的オーガスム、を全世界ネットのテレビで用いてはいけません。2ブライト博士が SCP-294 を利用してオーガスムスに関するもの、ミーム、感覚、その他のいかなるものも作ることは許可されていません。3、一杯の、ディアーゴッドノー、をリクエストしたことを受けて、ブライト博士が直接あるいは承認された試験以外で SCP-294 を利用することは禁止されました。4、一杯の容易にすごい爆発を引き起こす物質、を、どうなるか見てみたかったから、という理由で他の職員に依頼して SCP-294 にリクエストさせたことを受けて、ブライト博士が SCP オブジェクトを利用するよう他の職員に依頼することは禁止されました。それがどんなに教育的か、面白いか、有用かに関わらずです。ただし、SCP-963 は唯一の例外とします。107ブライト博士が XK クラス世界終焉シナリオを作り出すこと、受け入れること、賭けの対象にすること、およびその分け前を受け取ることは許可されていません。108ブライト博士が SCP-732 に汚染された文章を SCP-239 に提供することは禁止されました。チャウダークレフを収容するために機動部隊ラムダ2が派遣されています。109ブライト博士が、2383J70万8666J2558J1541J2103J968462。115および225主演によるグランドフィナーレのための財団解体ダービーを組織することも、認可することも、どのような形であれ作ることも許可されていません。絶対にです。それらを終わらせようとする試みの偽装として SCP-682 を投入することもです。110ブライト博士がサイト19の PA システムを利用してゲームに勝ったことを発表することは許可されていません。ブライト博士が PA システムを使うことは、
ットのような理由であれ決して許可されません。ずっとです。111ブライト博士が城塞を作る目的で立体的な SCP オブジェクトへのアクセスを要求することは許可されていません。112ブライト博士が女性用ロッカールームに侵入するために誰かに命令を下すことは許可されていません。113ブライト博士が SCP-963 とホットポテトをプレイすることは許可されていません。114ブライト博士がアベルと SCP-680 にいかなる SCP オブジェクトの間でも、刑事マッチを手配する、計画する、宣伝する、主催する、チケットを売ることは許可されていません。115-5が承認したとしても、どんなに多くの先例があったとしても、我々はブライト博士が SCP オブジェクトをペットにすることを許可しません。116ブライト博士が SCP-8 と SCP-217 に感染した死体を組み合わせることは許可されていません。117ブライト博士とクレフ博士が40ガロン以上ポンド以上相当量のスーパーボールを用いた研究すべての活動に従事することは、もはや認められていません。一また、前述したこと校は、D クラス職員いかなる人物に対してもそのような活動をさせることを説得強括強制させるものではありません。118、承認への挑戦はいかなることに対しても妥当な言い訳とはみなされません。119ブライト博士が SCP-2 を賃貸することは認められていません。彼が購入したオプションを含んでいる場合でもは特にです。120ブライト博士がヨシフ、スターリンのように変装して廊下でエージェント、ストレルニコフを待ち伏せすることは許可されていません。実際、ブライト博士がいかなる共産主義者の仮装をすることも認められるべきではありません。それらを改善する方法はありません。121ブライト博士が1日以上前に6時間以上前にいかなる時でも食堂のメニューを入手することは認められません。また、直接的か間接的かに関わらず誰か別の人間が彼のためにメニューを入手することも同様です。122ブライト博士が小さい子供に、すべてがなる木を紹介することは許可されていません。123ブライト博士が自身のオフィスに SCP-159 を借りることは許可されていません。124ブライト博士が任意のメントスブランドのミントを持った状態で炭酸飲料に近づくことは許可されていません。前回はどのような手を使ったのかわかりませんがアメリカ東海岸に地震を引き起こしました。ブライト博士は実際に彼の責任で引き起こされたのでない限り、地震や他の自然災害に対しての責任を主張することは許可されていません。125ブライト博士が新しい職員いかなる人物に対しても、SCP-173 や SCP-569 と、いないバー、をやってみろ。というのは許可されていません。126オンラインで何かを注文する際は支所箱に送るようにし、直接サイト19に配達させないでください。我々はすでに3人の配達員を正面入り口で見つけました。彼らはどうやってここを見つけたのですか？ブライト博士は財団職員以外の人間にサイト19の場所を教えるのをやめてください。127ブライト博士はもはやサイト19へいかなる場所へ案内を行うことも許可されません。財団職員に対してさえは特にです。128SCP 財団には、キーフ・デフェネストラターと呼ばれるポジションはありません。違う。1エージェント、クレフは新たなポジションを創設することを許可されていません。129、巨大ロボット、という語句を含んだ収容手順の提案は、いかなるものであっても自動的に却下されます。130過度の力、エクスセシブフォース、は、フォース、を表しているわけではありません。それらを使用してもブライト博士がジェダイになることはありません。131ブライト博士が SCP-914 を利用してチームフォートレス2に登場するアイテムを作ることは許可されていません。確かに、メディガンは財団の医療スタッフにとって有用なアイテムになり得ます。しかし、我々は SCP-427 をもう一つ作る以外にこれ以上 SCP-500 を無駄に消費するつもりはありません。2ブライト博士が SCP-914 を利用してマインクラフトに登場するアイテムを作ることも許可されていません。博士の、ダイヤモンドピッケル、は没収されます。132ブライト博士が将来の宿主に対して、君は非常に頭が良くなるよ、と伝えることは許可されていません。1また、いかなる人物に対しても、現実の占有枠部の勝ち目、と伝えることはできません。2ブライト博士が D クラス職員を、残機、と呼ぶことは許可されていません。133ブライト博士が電子メールに SCP-1004 を添付して送ることは許可されていません。
134たとえそれが節電のためであったとしても、SCP-158 を照明器具として使ってはいけません。135SCP-1 はブライト博士のペニスではありません。1ハンマーは博士のペニスではありません。2ブライト博士が建築目的で正規を利用することは許可されていません。136ブライト博士は意識転送能力、および SCP-963 を所有していますが、下記に示すものは保有していません。1、レーザー、I。2、レーザー、尾行。3、レーザー、編集済み。4、グリーンレッドすべてのランタンリング。5、アダマンチウム製の骨格。6、アンドリル。7、ミョルニル。8、ナチスの失われた財宝、を示す地図。9、イニシエの、メダリオン。10、ネクロノミコン写本。1、キング、ジェームズ版のネクロノミコン。11、あらゆる種類のサイバネティックインプラント。12、ドラゴンゾード。どうやって手に入れたのか知りませんが必ず戻すように。13エレメンツ、オブ、ハーモニーの第7エレメント。14絶対確実な、レーダー。15絶対確実な、ジューダー。16ザ、タッチ。17ザ、パワー。18ザ、シークレット。19テレパシー。20テレキネシス。21あらゆる架空の宇宙船のオリジナル映画撮影用模型。22レ、シグマス。23第六感。24バターと、バターじゃないなんて信じられない。を見分ける能力。137ブライト博士の現在の携帯が明示的な許可なしに武器庫の近くで目撃された場合は、速やかに避難手順を実施してください。138ブライト博士が自分で描いた、ブライト博士と79人の処女。と題された漫画でプレイボーイマガジンで全ての本で SCP-826 の試験を行うことは許可されていません。139アンドアット・ブライト博士は天才、史上最高の親友、オデとお前は相棒、LOL。1ブライト博士は SCP-732 に等ドキュメントへのアクセス権を与えることは許可されていません。1ブライト博士はどのような SCP にもオフアイブの承認なしに等ドキュメントへのアクセス権を与えることは許可されていません。140ブライト博士が新しい D クラス職員に対して SCP-439 が宿舎に逃げたと伝えることは許可されていません。141ブライト博士が他の職員に対して、彼らこそが実際のブライト博士なのだと説得することは許可されていません。142ブライト博士が SCP-82 を飲み比べコンテストに挑戦させることは許可されていません。SCP-82 が乗り気だとしてもです。143我々にジャマイカでの休暇が送られることは決してありません。ブライト博士はその担当ではありませんし、SCP-342 は財団の公式添乗員ではありません。144ブライト博士は厳密な監督下にある場合を除いて SCP-243 に接触することが許可されていません。私は、2011年の大人のおもちゃ大移動を皆がまだ覚えていると考えます。145ブライト博士はどんな乗り物を使ったレースだとしても、ジェラルド博士に挑戦することは許可されていません。ブライト博士はどんなレースだとしても、ジェラルド博士に挑戦することは許可されていません。146ブライト博士が IT 部門のホットラインにアクセスする。IT 部門のデータベースにアクセスする。IT 部門に属するすべてのネットワーク機器にアクセスすることは許可されていません。147SCP-1361 のサンプルを財団の持ち寄りパーティ、バーベキュー、チャリティの炊き出しに持ち込まないでください。148SCP-963 は、ソウルジェム、ではありませんし、ブライト博士が、魔法少女、になるために契約を行うような事態にもなり得ません。1博士が、魔法少女の衣装、を突っ込んでいてもです。149SCP-137 を性的玩具として使うことは決してできません。1SCP-137 をウォーハンマー 40K の状況下に暴露することは許可されません。SCP-682 を処理するためだとしても同様です。2ワンダーテイメント博士によって作られたあらゆる存在も同様です。150フォーラム嵐との言い争いにアベルを巻き込むことは許可されません。151ブライト博士が、トリック、オア、トリート、を行うことは許可されていません。152アベルはクレイトスではありません。153ブライト博士が、SCP ロボット対戦、を制作する、演出する、またはスタッフを招集することはもはや認められていません。154SCP-1981 のコピーは、アメリカ、S フニースと HOME ビデオ S、に投稿されるべきではありません。1 YouTube への投稿もです。2アウボーンもです。3トシュゼロもです。
155ブライト博士が SCP-5200-J の影響下にあるオフライブの要請に対して、ただノートだけよと返すことは許可されません。156ブライト博士がオフライブ司令機動部隊の司令官用務員あらゆる財団職員を、クールキッズのように扱うこともまた許可されません。157ブライト博士はいかなる、ラスボス、でもありません。158ブライト博士は、インターネットを獲得した、と宣言することはできません。また、他のどの個人もそうしたと断言する許可は与えられません。1また、前述した理由の下に SCP-335 要求、あるいは配布することは許可されていません。159ブライト博士が部下に対して自身の、QT マーク、を見せることは許可されていません。1ブライト博士があらゆるハズブロ社製品の上で SCP-137 を利用することは許可されていません。160ブライト博士がモーニングライドのために SCP-1187 を利用することは許可されていません。161ブライト博士がダーウィン賞2度の事件記録であっても提出することは許可されていません。それらが受賞するだろうことを確信していてもです。162ブライト博士が SCP-1370 に対してマルチプレイヤーゲームの遊び方を教えることは許可されていません。の平均的なプレイヤーであるプレティーンの語彙を与えたこと、ティーバジングの概念を紹介したことは改善とは言えない結果をもたらしました。163iPods は帽子を必要としていません。また、蝶ネクタイも他のいかなる衣服も必要としていません。164ブライト博士が SCP レポートの削除済み部分を、マット、リブス、のように使うことは許可されていません。165ロボート庫は壊れた紙の部品ではありません。166ブライト博士が SCP-173、SCP-105、SCP-999、J、SCP-76、2。およびクロウ博士の解剖学的に正確な抱き枕を作成することは許可されていません。167下記に示すものは、D クラス職員の適切な供給源ではありません。1派遣会社、2クレイグスリスト、3リアリティショーのためのタレントプール、4ジェリスプリンガーの映像記録、5、孤児、6、悪ガキ、7、不老児、8、洗車中に車に傷をつけやがったクソ野郎ども、9昔の彼女、10昔の彼氏、11昔の性別不問なパートナー、12スタッフの義理の親族、13 YouTube のコメントスレッド、14フォーラム嵐、15怒れる10代、16 SCP 財団への悪い参加申請2つの例外が作られました。しかしそれ以外は禁止です。17ウォール街を占拠せよ、18ティーパーティー、ザティーパーティー、19緑の塔、ザグリーンパーティー、20緑茶パーティー、ザグリーンパーティー、21テガテリング OF ザジュガロス。一連中に何ができるってんだ ?168 以下に示すものは SCP オブジェクトではありません。12時、2.20 になった2時、3レインブーム、ソニックでも、それ以外でも、4塩、5月、6クソったれな磁石、7水面下に沈むまで2、3回跳ねる石、8ダイズ製チーズ、9ヒッピー、10ヒップスター、11、ミルフス、12、G、ミルフス、13、GG、ミルフス。14、本当に面白いサタデーナイトライブの寸劇、そのようなものは存在しないため、SCP オブジェクトにはなり得ません。15ルービックキューブを解くことができる人、どのようなサイズでも。16ピカピカするすべてのポガモン、169いかなる人物もブライト博士を、ゲム、と呼ぶことはできません。また、ブライト博士が新しい職員に SCP-524 を紹介することはもはや許可されません。170カモノハシは SCP ではありません。事実です。EX でさえありません。171ブライト博士が D クラス職員を使ってネットにおける、クリーピパスタ、の検証を行うことは許可されていません。172SCP-963 は千年アイテムではありません。173ブライト博士は SCP-237 を、ブロニー、にしようと説得することをやめてください。1その行動が SCP-237 の状態の改善させることはありません。2さらに言えば、SCP-42 をブロニーにすることは確実に事態を悪化させます。174SCP-914 に馬のようなものを設置してブリフィンで動作させることは、それがどんなに小さなものであっても固く禁止されています。1いえ、博士がそれを隠しておくことはできません。175収容が破られた際の答えは、高い志を持った若者のチームを結成しろ、では決してありません。1また、特別な5人の子供に5つの指輪を送れ、でもありません。
にまた、部下に、十分に悪いやつ、かと尋ねることでもありません。176ブライト博士が自身は、銀河を征服するために訓練された、と主張することは許可されていません。177ブライト博士が SCP-682 を無力化するために、友情パワー、愛のパワー、その他いかなる、パワー、も使おうとしてはいけません。それらが実際に存在することは証明されていません。179カオス、インサージェンシーの目的は、物質宇宙にカオスの破壊的な力をもたらす悪魔を召喚する、ことではありません。そのため、ブライト博士は新しい研究者に対してそのように吹き込むことは認められません。180ブライト博士が尺に触る部下に仕返しするために SCP-582 に報告を書くことは許可されていません。181ブライト博士が財団の危機 SCP-914-SCP-882SCP-217 の犠牲者壊れた神の一部、財団の管理下にある全ての犠牲体に磁石を貼り付けることは許可されていません。182SCP-1916 は蛍光投与された場合にのみ機能します。我々はすでにそれを把握しています。ブライト博士がそれ以外の検証を行う理由はありません。183ブライト博士が購入したリアルドールはいかなるセキュリティクリアランスも保持していません。一コンドラキ博士よりも良いレポートを書いたとしてもです。184、なんで、が SCP クロステストを行う許可であると考えられることはありません。185財団はフォーラム嵐を確保して収容するための機動部隊を保持していません。1ブライト博士がフォーラム嵐を確保して収容するための新しい機動部隊を創設することは認められていません。186サーペントハンドは G 行為の同意語ではありません。187、お前の母ちゃん、は、SCP-96 が見ないくらいブサイク、ではありません。188 SCP-173 はベビーシッターではありません。SCP-173 と、いないバー、で遊ぶのはまさしく虐待です。ブライト博士が主張するような、とっても楽しい、罵倒、ではありません。189ブライト博士が毎年恒例の財団ホリデーパーティーに招かれることはもうありません。1ブライト博士が自分で財団ホリデーパーティーを主催することは許可されていません。2財団ホリデーパーティーは無期限に延期されました。190SCP-682 の校外上部にはワンダーテイメントロゴの刻印はありません。1伝部にもです。191SCP-8 の犠牲者を使ってスリラーごっこをするのは明示的に禁止されました。1、マインクラフトを再現するために SCP-8 の犠牲者を殴ることも禁止されました。2、バイオハザードを再現するため、は SCP-8 の犠牲者の前にエージェントを押し出したことに対する妥当な理由にはなりません。3ブライト博士が SCP-8 の犠牲者に近づくことはもはや許可されません。192SCP-682 は処女の生贄を捧げる儀式では満足しないと思われます。193セレブのセックステープを撮影すること、監督すること、演じることはデイズ氏に割り当てられた適切な作業ではありません。194、象のソース、を含んだいかなる言葉も用いてはなりません。サイト19は未だ最後の事件から回復していません。195、俺はでかいケツが好きだ、は SCP-1575、12像を与えるための妥当な理由ではありません。196ブライト博士は SCP-682 の所有を試みることができる状況下にはありません。197、ちょっと前に SCP-1453 に触った、というのはあらゆる収容違反に対しての妥当な理由とはみなされません。198、ノーシャツ、ノーシューズ、ノーサービス、はズボンや下着の着用が服装規定に違反していることを意味していません。1重ねて言いますが、ノーシャツ、ノーシューズ、ノーサービス、はずっと、どのような財団の服装規定の一部でもありません。199ブライト博士がこのリストを職務経歴書として用いることはできません。200ブライト博士は、何時、行うなかれ、で始まる言葉を言うべからず発言してはいけません。SCP-343 の前でもでは特にです。201.2 倍3倍4倍任意の複数のセキュリティクリアランスを取得して使用した場合、幼稚園からやり直し迅速なバッカ下されるでしょう。202ブライト博士が任意の SCP オブジェクトを利用してテレビ番組、怪しい伝説、で見たどんな実験の再現も行うことは許可されていません。1彼が、もっとうまくやれる、といった場合は特にです。203存在するしないに関わらず、ブライト博士が東部サモトラ系イスラム共和国の外交官として外交官特権を楽しむことは言うまでもなく認められません。
204ブライト博士が同僚に誰に対してでも記憶処理に使う薬だと偽ってどんな薬と言っても媚薬を投与することは認められていません。どんな手段でも、いかなる理由でもです。205ブライト博士が SCP-914 に SCP-278 を入れてコアースで動作させることは許可されていません。それらを作る方法をもっとよく知る、ためでもです。206ブライト博士が SCP-79 をあらゆる形式の高容量データ記憶装置にコピーを転送してアップグレードする際配置することは許可されていません。207 SCP-1156 はブライト博士の、ロイヤルスティード、ではありません。208ブライト博士が SCP-727-J を起動するために、自身に SCP-1543-J を使うことは許可されていません。209たとえブライト博士が眼帯を着用していたとしても、誰かに、キール、ハウル、を行うことは許可されていません。1世界海賊区長日だったとしてもです。2サイト、で世界海賊区長日を祝うことは許可されていません。この規則を破った場合は誰であれウォーク、ザ、プランクで厳しく罰せられます。3、世界忍者区長日、というものは存在しません。また、ブライト博士がそのようなものを作ることは許可されていません。210、何が起きるのか見るためだけ、に SCP-682 を SCP-2 に招待することは絶対に推奨されません。そのようなことは決して考えないでください。1考えるなって言ってんだろ。211ブライト博士が新しい職員の面接を行うことはもはや許可されません。1彼らが何か尋ねてきた時でもは特にです。212ブライト博士はケニーではありません。また、我々は博士、または自分自身、をそのようなものとして言及することをやめるように新しい研究者、と博士、に依頼しています。213ブライト博士が SCP-173 証明スイッチ、D クラス職員もしくは新しい職員を組み合わせた、SCP ルーレット、で遊ぶことは許可されていません。214ブライト博士は SCP-738 に対して、私と取引をしないことと引き換えに何が欲しい、と尋ねてはいけません。215ブライト博士は SCP 財団のために働いています。ターミナスの財団のためにではありません。博士は心理歴史学の学位を所持していません。1また、要注意団体は、第2の財団、ではありません。216、セキュアコンテインプロテクト、は確かに、エロテックテインカクチュスポーン、エロテインのサボテンポルノ、のアナグラムですが、ブライト博士がそのようなものを作ること、及び作るために必要な資料を集めることは明示的に禁止されています。217実際に SCP-682 が保有している体組織再生能力を、無限ハンバーガーマシン、を作るために使ってはいけません。1何より、恐ろしいものを味わうであろうからです。218ブライト博士が、ブースフェアリー、からお金を得るため、SCP-127 を使って枕の下に発射体を打ち込むことは許可されていません。219ブライト博士が SCP-252-ARC をフレッド、フェルプスフェルプスファミリーのメンバーウエストボロ。バプティスト教会に関連するいかなる人物または団体に対しても用いることは許可されていません。1ブライト博士が上記の宗教団体に対して境界線イニシアチブを消しかけることは許可されていません。2ブライト博士が D クラスの供給源を上記の宗教団体のみにするよう要請してはいけません。227による慈善財団はレイバー、デイ、テレソンを主催してはいません。また、ブライト博士がそのような番組に対して、出演者や電話オペレーター、その他どんな役割としてでも財団の従業員を提供することは許可されていません。221ブライト博士がポピュラーサイエンスを購読することは許可されていません。それらの、ハウ 2.0 コーナーはブライト博士がサイボーグゴキブリの作り方を理解するのに十分な情報を掲載しているため極めて危険です。222ブライト博士が、十字軍に従軍する、ことは許可されていません。1、ジハード、を行うこともです。2ブライト博士が誰か、あるいは何かに対してファトワを発行することは認められていません。223ブライト博士が新しい宿主を支配した際に、1万年の時間が過ぎ私は自由だ、地球を征服する時が来た、と宣言することはもはや認められません。224すべての財団職員は、ブライト博士、クレフ博士、コンドラキ博士と新規のまたは継続した接触を図る前に、良いアイディアと独創的なアイディアの違いを学ぶセミナーに参加する必要があります。225ブライト博士はサイト19のどこか20トンの金塊を隠しているわけではありません。
226SCP-963 を幸運のお守りとして送ることはできません。227ブライト博士はいかにそうだと思われるような環境にあったとしても魔法使いではありません。一また博士は錬金術師でもありませんし、錬金術に関する問題に助言を与えるべきではありません。二魔女でもありません。三ブライト博士は魔法でもないし、魔法を行使することもできません。また博士は自身が試みたすべての行動に対して十分な説明を行わなければなりません。228ブライト博士は、文句なしの SCP インターコンチネンタルチャンピオン、ではありませんし、これからそうなることもありません。229ブライト博士が、ケテルが脱走した、と叫びながらサイト19すべてのサイトを走り回ることはもはや認められません。ただし、本当の非常事態である場合を除きます。1それがソーシャルエンジニアリングの影響を研究するための行動であると主張することは、非常事態でありません。にまた、博士がこのリストに記載されてある理由で立ち入りを禁止されたエリアに入るために上記の方法を用いてはいけません。サンブライト博士はこれらの規則の裏を書くために、いかなる人または SCP も、ケテル、と呼び始めてはいけません。ただし、それらが本当に、ケテル、に分類された場合を除きます。230ブライト博士が、自身を含む全ての死者または生きている人間の生殖器官を利用してテストや実験を行うことは、いかなるものであっても許可されていません。231ブライト博士は D クラス職員新しく雇用したスタッフ誰に対してでも、SCP-920 が宿舎に案内してくれる。と教えてはいけません。我々は未だにピレネーに消えた12人の D クラス職員を探しています。232ブライト博士は、パイ大食いコンテストに勝つため、に SCP-184 を飲み込むようなことは絶対にやめてください。他のどのような大食いコンテストでも同様です。233先月の事件により、ブライト博士が、ファイアフライ、の視聴が許可されることは二度となくなりました。巻き込まれた、まだ生きている、人のほとんどは未だに精神病棟にいます。1ブライト博士はリアーではありません。また、スタンガンで武装した少なくとも2人の L3 ガードの保護の下でない限り、鋭利な道具を使ってはいけません。234。ブライト博士が自身が視聴しているポルノ D クラス職員に新しいスタッフに SCP-682 に見せることは許可されていません。冗談抜きで、その地獄を体験した最後の男は拘束服に入れられなければなりませんでした。235ブライト博士が任意の起爆装置または爆発の装置の5メートル以内に近づくことは認められていません。エリア、で何が起きたのか思い出してください。1アイスバーグ博士の許可があっても同様です。2682を爆破するため、というのは妥当な理由ではありません。236SCP-17 を用いて、影人形を作ることは禁止されています。1SCP-53 を楽しませてみたい、というの妥当な理由ではありません。237ブライト博士は子供、キッズ、若者、お子様方、少年、少女、喜びの塊、楽しみの塊、愉悦の詰まったカバン、もしくは、人救いの愛、と呼ぶものの30フィート以内に近づくことは、編集済み、の事件以降許されません。極度の緊急事態においては例外です。238もはやブライト博士墓戸に立ったり指回しをすることを許されていません。239ブライト博士は彼自身と定義される人間や他のいかなる人間に対して、スワグ、スワグ IT、スワジナター、スワジフィー、あるいは、スーパースワグ、といった言葉を使うことはもはや許されていません。240、ヨロ、という言葉は何の言い訳にもなりません。1ホイノット、も同じです。241、ブライト博士は D クラス人員に新しいスタッフ、いかなる職員誰に対しても SCP-49 とパタケーキ遊びをすることを命令持ちかけることは禁止されています。242ブライト博士がこのリスト上のことについてデイズ氏に尋ねることは禁止されています。243ブライト博士が休憩室にチョコレートを持ち込むことは禁止されています。ブライト博士は休憩室に飲食物を持ち込むことは禁止されています。244ブライト博士が映画の登場人物の声真似をすることは禁止されています。1ブライト博士はいかなる映画であっても再現することは禁止されています。全年齢向けでも全年齢向けであってもです。245ブライト博士はチアリーダーのダンスを勉強すること、チアリーダーのような格好をすること、チアリーディングに関するスポーツなら何であっても禁止されています。
246SCP-957 はブライト博士に率かれるための必須条件ではありません。247ブライト博士がご自身を強固にするために SCP-1197 に接触することは禁止されています。1ブライト博士がご自身を口説くために SCP-1197 に接触することは禁止されています。248.20、年09月26日付で、ブライト博士がいかなる理由であってもホテルに立ち寄ることは禁止されました。サイト、の予算を特殊清掃の代金のために組むことは許可しません。ブライト博士の行動により生じた結果であればなおさらです。249ブライト博士が、エブリチング・テブライタウチェス・ ISOUR ・キングドム、ブライトの触れるところ皆我らの王国なり、ということはもう禁止されています。1ブライト博士は、エブリチング・タウチェド・ビーワイ・テホリ・ブライト・ベロングス・ティオー・チャーチ・オーエフ・ブライト、ということも禁止されています。250ブライト博士は独自でスター・ウォーズのデジタルリマスター版を作ろうとしないでください。251ブライト博士が自身を出会い系サイトの広告にすることは禁止されています。252ブライト博士はこのリストをトドリストとして使用してはなりません。253ブライト博士はエル、ロン、ハバードの隊ではありません。他のいかなる職員に対してもそのようなことを伝えてはなりません。254ブライト博士はシャーロック、ホームズではありません。いかなる現実改変者 SCP に対しても、彼らの起源についての博士の推理を伝えてはなりません。1ブライト博士は受け終える限りのどのような、依頼、であっても収容違反を引き起こしてはなりません。に誰かにワトソン君役を頼むこともです。255ブライト博士が職員の遺族に対して、ルック AT テブライトシード、などと言って慰めることは禁止されています。1ブライト博士は自身の名前に関するダジャレについて、HIS、ブライティディース、とコメントしてはなりません。2ブライト博士はいかなる SCP や財団の資源、職員を彼の、派手なズボン、などと称してはなりません。256ブライト博士はガイン博士に SCP-1994-J を使用してはなりません。彼は勤務時間をまだ取り戻せていません。257ブライト博士はいかなる部署の職員ともチキンレースをしてはなりません。258ブライト博士はカフェテリアで、仕事、を注文してはなりません。一またどのような、感情書、も置いていってはいけません。259ブライト博士は、切腹、を取り行えってはなりません。一観客が拠点もです。二囚われの視聴者であればなおさらです。260ブライト博士はブライトモバイルやブライプラン、ブライトクロー、ブライトスーツ、あるいはブライト球団のようなものを所有してはなりません。1、ブライト警告へ、などと叫ぶのもです。261、すべてはブライト、事件の結果、ブライト博士が、清子の夜、を歌うのは禁止されています。262ブライト博士は収容スタッフいかなる職員に対しても、SCP、番号、を収容するのにしくじったら一体全体何が起こるか、というアニメーションビデオを委託したり、プロデュースしたり、宣伝したり、公開してはなりません。一の、そうじゃないなブライト。それを見せりゃいいってもんじゃない。263ブライト博士はアーチャーのクリーガー博士の実験のレプリカに投資してはなりません。264ブライト博士は職員に、彼の有名な SCP-120 への高飛び込み、を真似るよう進めようとしてはなりません。1、有名な SCP-120 への高飛び込み、について話すのもです。265ブライト博士は別名、レインボーブライト、ではありません。266ブライト博士は、ニューイヤーベイビー、にするために幼児に接触してはなりません。267ブライト博士はこのリストにないことをリストアップして、ブライト博士が財団でしていいことのリスト、を作ってはなりません。このリストにないということは、あなたがすべきという意味ではありません。1彼はどんな手段を用いてでもそれを作るよう要求するでしょう。2彼はどんな手段を用いてでも言ってもいいことのリストを提案しようとはしないでしょう。268ブライト博士は、フラタ社への弾力持ち、だからといって SCP-1013 の無力化を試みてはいけません。269ブライト博士はあまり精神薄弱でない人物たちに向けて無限の論理ループを作成してはいけません。270ブライト博士は、どれだけ多くのキャンディコーンを盗んだかに関わらず、トロールジェグス、ではありません。271、ブライト発想部門、などという部署は存在しません。さらに言えば、仮にそのような部署が存在したとしても、ブライト博士が当該部署に配属されることはありません。
272ブライト博士は、ガラスが割れないことを証明する、という理由でいかなる理由でも窓から見投げしてはいけません。273ブライト博士は SCP-49 の前で咳込むように D クラス職員を誰であろうと説得してはいけません。274ブライト博士は SCP-294 に、ナチスジュース、ビルド、ジェラート、私の子供時代、を注文してはいけません。275度のような色合いであれ、ブライト博士は、クリエイティである、という理由で緑の染料を使ってはいけません。276、いろいろ理由があるから、というのは、もはや収容下から SCP を取り出す際の有効な言い訳としては受け付けられません。277ブライト博士は誰かを、百姓、呼ばわりしてはいけません。278ブライト博士は、SCP-513 を鳴らしている時に、ビングボン G、ブリング ITON、と叫べばその影響を無効化できると D クラス職員に新人職員に誰に対してでも納得させようと試みてはいけません。279ブライト博士は D クラス職員同士が闘技場で格闘するを前立てを整えてはいけません。たとえとりわけ SCP が兵器として使用される場合はなおさらです。280SCP-173 は、ただハグしてほしいだけ、ではありませんし、ブライト博士は誰かをそのように納得させてはいけません。281、平行世界の私はやらないはずだから、というのは、もはや収容プロトコルに違反する際の有効な理由とはみなされません。282ブライト博士は、防具の攻撃だ、と称して SCP-217 の感染者を攻撃してはいけません。283ブライト博士は、ハーレムシェイク、を流しながら踊り狂っている人々の、口コミで流行している、と判断されたあらゆる類の動画や音声記録にアクセスしてはいけません。284ブライト博士は車に乗った D クラス職員と SCP-96 のドラッグレースを開催してはいけません。285ブライト博士は外国人職員の近くで、移民だ、と叫んではいけません。286ブライト博士は映画、パルプ、フィクション、を、との場面であれ、実際に再現してはいけません。287ブライト博士は SCP-895 のレッドゾーンを監視しているモニターに志願者の自分の、誰かの胸を写した写真を非表示させてはいけません。288ブライト博士は SCP-96 とのにらめっこ大会をしよう、と新人職員を誰かを説得してはいけません。289ブライト博士は誰かの目の前で SCP-1025 のランダムなページを開いてはいけません。290ブライト博士は誰かに SCP-1997 を完了できるかどうかの挑戦をけしかけてはいけません。291ブライト博士は SCP-87 の階段にスリンキーを持ち込んで下らせようとしてはいけません。292ブライト博士は SCP-1000 個体ではありませんし、そのように自称してもいけません。一特に霊長類の身体を使用しているときはダメです。293ブライト博士は SCP-884 をヒゲ剃りに使ってはいけません。一それ以外の身だしなみ目的でもダメです。何であれ承認されていない目的ではダメです。サンタミンに、あいつは使用を許可されてないんじゃないか、と疑わせるための使用などもってのほかです。294ブライト博士は、ザイン、キリュウ研究員が蝶に関連する SCP アイテムを広範に研究しているのを理由に、彼女が新たな、蝶たちの王、であると主張してはいけません。1、治療蝶たちの王、は継承できる称号ではありません。いいえ、コンドラキがもし本当に死んでいるとしてもです。ブライト博士はそれが真実か否かを知ることが可能な立場にはありません。にまた、ザイン、キリュウ研究員はブライト博士から、蝶たちの女王、蝶たちの女主人、蝶たちの思考の姫君、蝶たちの偉大なる導き主、蝶たちのまたいとこ、蝶たちの大先輩。その他の蝶に関連する壮大な称号で呼ばれることはありません。295ブライト博士は新任の財団職員たちに、自分の一家に関わる架空のホラーストーリーを語り聞かせてはいけません。296ブライト博士は新任の財団職員たちに、自分の一家に関わる実際のホラーストーリーを語り聞かせてはいけません。297ブライト博士はタンブラーのユーザーたちを混乱させるためだけにこのリストを編集してはいけません。